小路くん、仮にクラスの情報を漏らした犯人が私だったとして、矢柱先生に確認してみるか。参加表を提出した後でわざわざリストを見に来た生徒がいなかったかどうか。やっぱりただものじゃないんだ、綾野浩二くんって。本当に綾野浩二くんは分かっちゃったんだね、私が堀北鈴音を退学させたがってるってこと。あ、でも一つだけ考えが変わったことがあるんだ。それはね、綾野浩二くんも私が退学させたい人リストにたった今入ったってこと。